人間悪の創造、折口忍。若い頃、よく主情の女という言葉を教わったものだが、その用語例に包含させては、ちょっと冷淡すぎる気もする。しかし、誰でも読んでおり、また、そのうちの何分の一かが、ちょっとも読まないでいて、しかも、読んだ世間から押し寄せてくる知識によって、 一体の知恵の水準の高まっているということは、珍しく言うほどのことはない。明治以後、そういう影響を残した書物を数え立てれば、きりもないが、その十種には入らなくても、最も読まれた五十種くらいに数えなければならないほど、日本人の心に広がっている知識の書がある。コナン・ドイルのシャーロック・ホームズだと言っても、 おそらく、よほどの頑固人でない限りは、快く受け入れるだろう。愛読者の中には、これを、千書十種の中に入れる人もいるに違いない。私などが、六寸法を読めぬ力で、わずかの現象をたどったり、役所で読んだホームズは、もう、四十年、あるいは、もっと前の記憶になってしまっている。この頃、信原志本によって、 すっかり忘れていた老先輩に巡り合ったような喜びを与えられている。これに同感を表しておいでの同年輩の方も多いことと考える。こういうふうに、旧葬式の書の復讐を楽しんでいる私には、バクとしたものだが、心をかすめるドイルに対する感謝の心がある。話の口ならし。 手品の手ならし見たように、しょっちゅう論理演習の枕を振っている部分は、今見ても数枚飛ばして読みたくなるが、この頃になってつくづく感じる部分がある。若い時代にこういうところはどう読んでいたかと反省せずにはいられない。話の解決に多く見える生き方である。私ならどう書くだろうという気がする。 キリスト教国人である作者がキリストの子としての当然の解決を多くの場合つけていることだ。人間の目よりもっと大きな輝きが法律、裁判、政治、習慣の上に望んでいることをはっきりドイルが書いていることをそうは言っても多くの人は知らないでいるかもしれない。これが近頃の野村さんの作物の何ということなく 多くの支持者を持っている理由ではなかろうかその大衆性のゆえでなく大衆の間にもっと正しい判断が崩壊せられていることをドイルが最も早くに示していたのであった戦争後年初人の急場の救いになったのは実際推理小説大小作家の業績であった極めて短い間だったが原書翻訳書の 自由に与えられなかったた時期が続いただが推理作家が勢いに乗ってきておよそ血みどろ抜け穴知らずなどいう技術を競うばかりで探偵小説本来の目的など言うことは考えても見ないようである江戸川さんがほとんど何も書かなくなったのはいろいろな理由の上にさらにこういう風潮に対する飽きたらなさが 心を重くし続けているのであろう。かつがつ聞こえてくる欧米の探偵者の傾向がこういう風をますます助長したために現実と探偵小説は非常に離れてきた。これは今のうちに何とかしてなければならない世界的の事実らしい。事実、冗談じゃないと言わずにおられないような残虐や危険がみなぎっている。 実際、こういう小説の愛読者は、木義さんの辞説のように、推理が文学から一出しても問題にしない癖がついている。だから、どこまで行くか、限度が知れない。若い時代の我々が、ドイルにかすかな感謝を抱いておったのは間違いではない。時々、これがまあドイルか、と思われるような血の小説もあるが、同時に、 多く彼は,は、甚だしばしば、神のごとき反省をしている。神だって人を憎む。むしろ、神なるがゆえに憎むと言ってよい。人間の怒りや恨みが、必ずしも人間の過護からばかり出ているとは限らない。しかも度々、おそらく一生のうちに幾度か、正当な神の裁きが願い出たくなる。こういう時に、ふっと、 原始的な感情が動くものではないか。多くの場合、法に照らして、それは悪事だと断ぜられる。しかし本人はもとより、彼らの周囲に、その初段を埋めなわぬ、猛曖な人々がいる。こういう法と道徳と未開発に対する会議は、文学においては大きな問題で、これが整然としていないことが、人生を暗くしている。日本でも 旧時代の聖壇類が長く人気を保ったのは、この原始的な感情を無視せなかったところにあるともいえる。ドイルは極めてしばしば、人間の処置はこれまでで、これから先は我々法に預かる者の,の領分ではないという限界をはっきり見つめて、それははっきりとものを言っているのである。すなわち法律が、 神の領分を犯そうとすることを力強く拒んでいるのである。ことごとしく言うほどのことではないが、ホームズの拠り所になったモデルがあるにしろ、この神のごとき素人探偵の持った得意性はいつも固定していない。人間の生き身が常に変化しているように、ホームズは生きて移っている。しかも彼の得意性が世間に働きかけて、 犯罪を吸い寄せ、罪悪を愚傷してくる。そうして、あたかも神自身のように犯罪を想像していく。彼の口は皮肉で不定な物言いをするにかかわらず、反石を創作する彼の心は極めて美しい。ホームズを罪悪の神のように言った風に聞こえれば、私の言い方が拙ないので、世の中の罪が彼の気品に触れると、 自ら凝集して、個性しないではいられなくなる。そして、次々に犯罪を発見し、また、それ自身、誠に、その罪悪と分かれていく。彼が、往々、事の起こる前兆のように行っている、科学実験。それは、そういう、ほとんど空虚な、静まりきった気分の中に、世間犯罪の凝集してくるのを待っているもののようにしか思われない。 だからホームズの物語はドイルの行う鎮魂術であったと言ってもよいドイルの創造した異質的な擬人も民情の違った他国ではその点は認められていないようだ海を渡ってアルセイヌ・ルパンに戦いを挑みに来るヘルロック・ショルムスに至ってはただ2人の魔法使いが術比べの場を現実たに過ぎない ホームズの国とルパンの国とでは人生史をことにしている。私にはそうとしか思われない。